世界に影響を与えた早引き系ギタリストランキングのトップ10をですね簡単に紹介していきたいと思いますあのロックギタリストならですね、まあ、一度は多分憧れたことがあります、まあ、テクニカルなギターソロですね 特にそのま1980年代頃っていうのはあの早引きブームっていうのが起こりまして、あのまギタリスト至上主義っていうのがしばらく続いていましたので、そういったところでですね、結構あのま時代の流れとかですね、音楽の流行っていうのはま移り変わりもありますが、その時まあ特に1980年代というのはまあのそういったテクニカルなあのまギターを弾く人がっていうのがですね、すごい注目を集めましたね。ただそのやっぱり時代っていうのはいろいろ移り変わりがありまして。 特に90年代に入ってからですね。まあ、ギターソロを弾くイコールダサいっていう。まあ風潮がありまして。まあ、そういった時代を得てまあ、ブルースロックの限定回帰も経てでまた今はですね。2019年っていうのはまあ、2018年19年っていうのは、ギタリストの立ち位置や評価もまた微妙に変化してきたという感じですね。で、今回はですね。再度、そのまあ、ギターのテクニックが見直されつつある中で。 世界に影響を与えた、まあ、の早弾き系ギタリストランキングのトップ10をです、ね、紹介していきたいと思います。まず1位はです、ね、とイングベイ・マルムスティンですね。まあのまあ、これはすごい妥当なところですよね。そのまあ、ロックとですね、まあ、イングベイっていう人は、まあ、ロックとあとクラシックの音楽を融合させたネオクラシカルの立役者でありまして、まあ、早弾きブームを巻き起こした張本人でありますイングベイですね。 そのまあ、彼がデビューをしたときていうのは、まあ、その華麗なテクニックと、まあ、強烈な個性で、まあ、文字通り世界に衝撃と感動を与えた張本人ですねで、今現在もずっと活動はしてるんですけども、まあ、今でもまあまり、まあ、プレイスタイルとか、ですねあと使用機材に大きな変化はなくて、まあ、自分が切り開いた道をですね、まあ、ひたすら突き進んでいるというタイプの人ですね、この彼ですね、王者、イングベン。で2位が スティーブバイですねあと、まあ、ギターのテクニック、個性、あと表現力など全てが本当バランスが良くてですね、そのまあ現代最高峰のまあ完成されたギタリストであるスティーブ・バイですね、で音楽への悪なき探求心というのが強くてですね、 まあ、いろんなエッセンスとかですね、いろんな音楽の音楽ジャンルとかですね、あとその時のですね、時代性とかそういったものも常に新しくいうものを取り入れていくっていう本当すごい人ですねあとはあの才能ある若手ミュージシャンなどをです、ねまあ、自身の,、まあ、あのバックミュージシャンにつけることもありまして本当なんて言うんですかね、懐が広いミュージシャンですよねで3位がエドワード・バンヘイレンですね イングベイと、ね、ほぼ同時期にギター界に衝撃を与えた革命児でありますエドワード・バンヘイレンですねで、まあ、彼の特徴としてはポップでキャッチーな明るい曲を得意としていましてでそこでも確かなギターテクニックを持ってはいたんですがギターソロは意外にコンパクトにまとめるっていうところがです、ね、結構あ,のある定評のある人ですねでリズム感が抜群にありまして でギターのバッキングのセンスも高いギターヒーローでしたね、であとは特徴的なのは、なんかいつも楽しそうにギターを弾いているというところがです,、ね、すごい好感が持ってますよねで。4位がマイケル・アンジェロですね。 まあのヘビーメタル系の音楽で独創的なギターをすごく正確に弾くマイケル・アンジェロですねそのまあスイープピッキングあとタッピングとかですねあとはそういったものをコードに操ってこれでもかというくらいに引き倒すギタリストで個人的には正直あまり好みではないタイプですね。 ただ、世界ではです、ね、そのまあマイケル・アンジェル信者というのが多くてです、ね、ユニークなテクニックをまあたくさん生み出しているのでそのまあ先生と呼ばれている人でもあるんですよね、マイケル・アンジェルは。なので、早引きというところでいうとまあ結構注目されている方だと思いますねで。5位がバケットヘッドですね。 まあこの白,く白塗りのメイクとですねあと白いハット帽をかぶってステージに出るのが、まあ、トレードマークとなっているバケットヘッドですねこの彼ですね。 でギターのテクニックはです、ね、本当名人芸クラスでありましてライブでもほとんどミスをしない卓越者なんですよね。でただ正直なところ、まあ、ソロ名義ではそんなに大衆向けの音楽を作っていませんので知名度は低いですしそのあとどっちかっていうとそのガンズ s r o s e s ってバンドであの、まあ、バックミュージシャンを務めたことであの有名になったところなので、まあ、テクニックは確かにあるんですけれども 評価されるものとしては、どちらかというか、とろうと向けな感じですね。で、第6位がジョン・ペトルーシーですね。まあ、個人的にあのめちゃめちゃ影響を受けたギタリストでもあ,るありますし、大好きなギタリストですねあと、まあ。プログレッシブロックのオスであるドリームシアターっていうバンドのギタリストであります、ジョン・ペトルーシーですねあの、まあ。プログレッシブロックと、あとメタルっていうのを融合させた音楽を作って、 でまあ、高度なテクニックもあるんですけれども、まあ、歌心あるエモーショナルなプレーも兼ね備えて本当に貴重な存在ですね。でギターに対する熱量とかですねそういったものが練習がその大好きな人なので。 ライブツアーもやる、まあ、積極的に世界ツアーでやるんですけどもそれにプラスしてその積極的にギタークリニックとかですねそういったものも開催したりですねあと、教則本とか DVD などでもすごく丁寧に、まあ、ギターの練習法とかですね自身の,、まあ、のプレーの特徴とかそういったものを丁寧にですね解説してくれるのでそういったところでもその、まあ、ギターを何て言うんですかねその まあ、テクニックを広めるというところでもすごい人道しているという感じですね。で、第7位がジェイソン・ベッカーですね。あのーまあ、ジェイソン・ベッカー知ってる人は、あのー、まあ、多分ギタリスト好きだけに限られてしまうかもしれないですね。そのイングベなどの才能を世に送り出したマイク・バーニーというすごい有名なプロデューサーがいるんですけども、その彼に認められて、まあ、メジャーデビューをしたジェイソン・ベッカーですね。 そのまあ、特徴としてはネオクラシカルな、まあ、スピードメタルなどのです、ねまあ、超絶な早吹きプレーを得意としてはいたんですがその中でも特に彼の個性というのは1つ頭を抜けていた存在なんですよねただその彼ですね、彼、ま、はあ、残念なことに,です、ね、その病気に難病の病気にかかってしまいましてちょっと正式な病気名何て読む,読むか分からないんですけど筋萎縮性。 硬化症という難病ですか、ね、にかかってしまいまして今ではまともにギターを弾けなくなってしまったんですよね。というかあの日常生活が送れないくらいそのその、まあ、すごい難病にかかってしまいましたので、まあ、今ではまあちょっと残念ですけどもあの、まあ、音楽ができない状態になってしまいましてねで第8位がジョーサトリアーニですね。 とまあ、ロックの世界で、まあ、ギターインストっていう道を切り開いてですね今でも躍進している調査トリアーニ、ねまあ、スティーブ・バイとかですねあとメタリカのカーク・ハメットらにですね、まあ、ギターを教えていたことでも有名でありますしでその後にですねスティーブ・バイトは、まあ、G3 っていうあの、まあ、ギターに特化したライブツアーを長年続けていましたね。ねロック以外にも ブルースやジャズなどもできて、まあ、器用に何でもできてしまう耳のいいミュージシャンですね、彼は。で第9位がポール・ギルバート。<laughs> えっとまあ、日本でもですね、すごい人気のあるギタリストですね。まあ、レーサー X、あとミスタービッグのギタリストでありまして、ソロ名義でも数多くの作品をリリースしているポール・ギルバートですね。 やっぱりそのまあ、永遠のギターキッズっていう感じでもう果敢に新しい音楽とかですね表現方法をする人ですねで日本ともすごい馴染みが深くてですねあの、まあ、一時、日本のテレビ番組にも出ていましたしあと、ですねと彼あの まあ日本の音楽学校の校長先生もやっていましたのでそれでもあ,れあと日本人の女性とも結婚しているのでそういったところではすごい馴染みがある人ですね本当ギターヒーローの第一人者という感じですねで第10位がマーティー・フリードマンですねえっとまあもっとメガデスのギタリストでありましてで日,本日本が大好きで,で日本語もうまいマーティー・フリードマンなんですね まあ基本的にはですね、まあ、ヘビーメタル出身なのでその高いギターテクニックを持ってはいるんですが、まあ、日本の音楽、ですね特に演歌からも影響を受けていまして、まあ、フレージングとかですねあとギターの歌い回しとかですねチョーキングの仕方とかそういったところはすごい影響を受けているのが分かりますね。で同様にち、まあ、ちょっと彼はちょっっとと彼趣味が j p o p よりなんですけども j p o p とかあとアイドルも大好きでして音楽を聴く振り幅とかがです、ね、広くてで人脈も広い面白いミュージシャンですねマーティフ・リードマンに日本も大好きなので日本のテレビ番組にもよく出てますし、まあ、の本当に日本語が上手いですよね彼はで今回参考にしたの番組っていうのが、ねまあ、海外で放送されているこの「猛、ま、城、あ」っていうテレビ番組をです、ね、参考にしました でまあ、正直なところ、ですね、まあ、個人的にはあの、まあ、意外な人選もいましたがやはり第1位はまあイング米というところは本当すごい大納得ですよね。でイング米ってめちゃくちゃアンチもすごく多いんですけれどもただ、アンチが多いということはそれだけ多くの人からまあ注目を浴びた証拠でもあると思いますね。 でまあ、ギターの魅力っていうのはもちろん早弾きだけでは測れませんが、まあ、見た目のまあ派手さとかですねやっぱりあのインパクトとかですねテクニック的なインパクトっいうのはやはり高いので、まあ、いろんなアーティストとかを聞,き聞いてみてですね、まあ、自分にとってままそのまあ早弾きとかですね、まあ、そういった高度なテクニックが必要だと感じたらまあ、気合を入れて練習してほしいと思いますね。ね今回は簡単にあのー えっと、トップ10ですね、えっとまあ、早引き、まあ、世界に影響を与えた、まあ、早引き系のギターシートランキングトップ10っていうのを紹介しました。えっと、最後にですね、えっとまあ、この動画が面白いと思っていただけましたら、まあ、チャンネル登録と、ですねあとのできれば高評価のグッドボタンを押していただけると励みになります。最後ままでいいいてたただきありがとうございました